皆さんこんにちは、Kです。今回はいつもやってるエリアの沖に位置する無人島へ渡船で渡してもらいます。やっぱ沖磯は気分爆上がりですね。見てください。おはようございます、Kです。これ見てください。素晴らしい、ビューティフォーすぎる景観です。おー、これはですね、沖に位置する大きな島になってまして、渡船で渡していただきました。もうめちゃめちゃ高いさ、足場もほらいいでしょう。これめちゃめちゃテンション上がる、まあ、特にあのサイズとか、数とかに縛られずに楽しんでいきたいなと思います。で、一応用意したのはこれね、 P2 号のタックルと、P の1号のタックル、まあ、かなりライト気味で、一応あと3号、4号も持ってきてます。これでまあちょっと様子見してみようかなと。かなりあの無難なタックルで、で今回ルアーとで、これ餌と両方あるんで、ちなみにこの餌腐ってます。昨日買って1日車内で車中泊してたら腐りました、これ。でちなみにこれ靴はこれですね、当然磯靴です。磯なんでね、はい、磯靴は紳士のたしなみですから、ウェーダーと一緒で。じゃあまずはこの手前のここね、さらし打っていきましょう。さあ本当はね、もっとそっち側のセンターのところもあるんですけど、危ないんでね、今日ちょっとね、タイミングを間違えちゃって、来るうねりがすごい高いんですよ。だから一応あそことあそこの間と少しくぼんだところに渡していただきました。できてるさらしの中にルアーをぶち込んでみたいと思います。釣れそうやけどな。シーバスはいないか。結構水深はありそうではあるな。うわ、くっせ、いかん、これやばい、臭すぎる、本格的に。うわ、あかんわ、気持ち悪っ、やば、くっさ、手袋も臭いわ。さあというわけでこれやっていきましょう。さあ何が来るのか。さあちょっとこっちの少し奥まったところでライトゲームやってみたいと思います。なんかかかってくれると嬉しいなと。まずは魚の存在を感じたいということで。よっしゃ、きた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 、やばいやばいやばい、切れる切れる、よいしょ、あ、どこ行った、よし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 、おっしゃ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 、いいの来た、いいの来た、いいのが来ました。塩、これは餌です。餌にしよう。塩きた、やった。はい、というわけでこの塩を泳がしていきたいなと思います。でこんな急に釣れるとは思ってなかったんで、ちょっと仕掛けがあれですけど、まあ、とりあえず泳がしてみよう。でダメだったらお持ち帰りします。よし、カンパ、カンパチの泳がせ、本当はね、そこにぶっ込みみたいな感じで打ちたかったんですけど、ちょっと難しそうなんで、とりあえずフリーで泳がしてみます。こんな釣りやる予定ではなかったんですけど、釣れたちっちゃい青物に後ろから大きな青物が来たみたいな記事をなんかで見て、急に思いついてね、釣れた潮を泳がしてみました。ただやっぱり全く反応なく、片手に竿を持ちながら半分携帯いじってました。
で30分ちょいかな、ずっと携帯いじってたその時ですね、信じられない勢いで右手が引き込まれまして、携帯をほっぽり出してベールを返しました。マジでお前マジビビった。クタ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 、ものすごい当たりきた。あ、絶対食ってる。もう回していいかな、これ食ってるでしょ、行くぞ。あれあれ食ってるか、離したか。もう絶対にカンパチのものではない引き込み。今食ってるかな、どうやろう、全部加え込んだかな、行くぞ。あれああれ、行きます行きますよ。あれ抜けたっぽい。マジかよ。うーわ離した。これ食うやつおるんや、ほんまに。もうどう考えても筋あるか食えでしょ。それか青もんかいけど、でっかいけど、多分筋やらか食えやと思うねんな。くっそー、うわー、ちょっともうちょっと泳がしてみます。残念、中層で食いましたね完全に。なんやろ、でもここっすよ、この辺、この辺り。はい、ちょっと引き続きライトゲームやっていきましょう。いやーすごい、おお来た、よっしゃ、うわ、よっしゃ、よっ、2本目最高。全然釣れんぞカンパチ。さあというわけで、これね、お弁当を食べたいと思います。ちょっと塩がね全然動かなくて、緑茶うわずれてるけどめちゃめちゃうまそう。いただきます。いやー、この大絶景の中でこれ食べるお弁当最高でしょう。じゃあいただきます。ちょっとこの崩れたやついただこう。うーん、いやー、これは美味しいわ。うわー、これめちゃめちゃ美味しいわ、これ見て、ほら、磯で食うものっていうのはなんでこんなうまいのか。うん、コロッケも美味しいわ。しかも緑茶までついてくるっていう、気持ちいい。トンビが飛んでる。これ狙ってない？君たち、なんか上空に来たよね。ねえ、狙ってない？やめてよ。ちょっと塩も止まってるんでゆっくりいただこう。緑茶、うわー、緑茶の味最高やな。ふぅ、さて再開しますか。連れてくれカンパチ、連れてくれ塩くん頼むわ。あ、お腹も膨れて気持ちいい感じ、風もあって眠くなるぞこれ。今ハゲからの満潮に向かうところかな。
お、来た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 、何が来た、よし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 、楽しいね、磯ライト、磯のライトゲーム楽しいです。ふぅ、赤旗、よっしゃ、食べちゃったか君。はい、赤旗ちゃん楽しい、すごい綺麗な赤。ふぅ、はい、また赤旗ちゃん、おうおう、ごめん、おおびっくりした、ひったくられた、ビビった、あぶねえ、塩やろこれ、おっしゃ、塩きたで、ふぅ、あ、でっかい、結構大きめ、おっしゃ、うわ最高、めちゃ楽しいよっしゃ、いい塩、はい、夏といえばこいつですよ、ふぅ、塩ちゃんかわいいでしょこれ、かっこいいね、やっぱちっちゃくてもカンパチはね、え最高、めちゃめちゃ楽しいけどめちゃめちゃ暑い、暑い、スナップひん曲げられてる、船着き場で待機してます。いや非常にね面白かったです、カンパチが食われるっていうねちょっとしたトラブルもありめちゃくちゃ楽しめましたね。まあちょっと次はいつになるか分かりませんが、あのカンパチを食ってきた大物、あれを取れるようなね仕掛けを持って上陸したいなと思ってます。いやー何だったんでしょうね、結構泳がしてたんですけどね、あの後も